シマさん、中田敦彦と岡田敏夫とひろゆきは YouTube で適当なことを言ってるのに指示されてるのよくわからんなって書いてるんですけど。そうですね。あの、YouTube で適当なことを言ってると言い出せば多分、テレビに出てる人は、シマさんの多分考えだったら適当なことを言ってるでしょうし、YouTube に出てていろんな人もいい加減なことを言ってるんでしょうけども、どんな人が適当でないのかよくわかんないですね。多分ね、でも、 断言的な口調で喋ってると適当なことを言ってるとかいい加減なことを言ってるとかね、中には出まかせ言ってるとかね、嘘を言ってるとかっていう人いるんですけど、多分その人たちは断言的な口調にカチンと来てるだけなんですね。 で、カチンと来てる自分を正当化するために相手に責任を押し付けて、いい加減なことを言ってると表現になると思うんでですね。まあまあ、まあそういうのに対しては僕は断言的な口を改めるか、カチンと来るやつはカチンと来りゃいいんだっていうふうに考えるかなんすけどね。<laughs> 改めると言うほど素直じゃないし、だからといってカチンと来るやつはカチンと来りゃいいんだって開き直れるほどメンタルが強くもないしで、ね、まあ。 なので、こういうのを見ると僕はミュートすることにしています <laughs>。ホワイト社会の話がやっぱすごい多いんですよね。バナナさん、岡田敏夫嫌いだから YouTube のおすすめに出てこないでほしい。ああ、ざまあみろですね。これからもバナナさんのおすすめに山のように出てくればいいなっていう。やっぱ言われたらそう思いますよね。嫌いだからっていうふうに言われたら、じゃあお前んところに山ほど出てくればいいんだっていうふうに思うんですけど、まあ性格悪いです。すいません。